デートビズ週刊グラフで見る新型コロナまずは地域別でリバウンドが起きていないかをチェックしましょうご覧のグラフは新規感染者が1週間前に比べてどの程度増えているかの比率で1を超すと増加しているということになりますゴールデンウィーク前は大都市圏以外で1を超える県が出ていて鳥取や島根 鹿児島などで増加していましたゴールデンウィークに入ってからは検査数が減っていることもあり全国的に減少しています5日の時点では全ての都道府県で1を割り込みましたが来週は再び増加に転じることが予想されます <noise> 続いて都道府県別の感染者を曜日の影響が出ない7日間平均で見てみましょう4月中旬には 東京や神奈川、大阪などの大都市圏で減少が始まりました。特に東京での減り方が大きく、1週間で2割程度減り続けました。ゴールデンウィークに入ると検査数が減った影響もあり、東京は3000人台まで減っています。一方で北海道では減り方が少なく、東京に次ぐ感染者数になっています。